ドゥアプセの紋章、ドゥアプセは、ロシア連邦の南部、クラスのダール地方にある、港湾都市。黒海の北東岸にある、港湾都市、リゾート都市で、北のゲレンジー区から、ドゥアプセを経て、南のソチに至る海浜リゾート地帯に位置する。ドゥアプシンスキー地区の行政中心地でもある。人口は64,238人。古代ギリシアの文献では、 この地は、トップシダと呼ばれていた。ドゥアプセは、現代でも、北カフカスに住むアディゲ人の一種族、シャプスグ人の中心地の一つであり、アディゲゴの方言を母語とする和者が1万人ほど、ドゥアプセ周辺に住む。ドゥアプセという地名自体が、アディゲゴに由来する。ロシア帝国の北カフカス侵入以前は、チェルケス人が住むチェルケシアの一部となっていたが、アレクサンドル一世の時代に、 ロシアに併合された。現在のトゥアップセにつながる集落の誕生は、1838年に、築かれたロシア軍の要塞、ベリャミノフスコエに遡る。その翌年、シャプスグビトがこの地を奪還したが、ロシア軍は要塞を元通りに再建した。クリミア戦争の時期には、オスマン帝国軍が要塞を陥落させ、2年間占領している。 1875年から1897年まではベリャミノフスキーポーサドと呼ばれる村だったが、1916年に市に昇格した。ソビエート連邦時代にはドアプセは原油備蓄基地、積み出し港として開発された。1928年にはマイコープ及びグロズヌイからの石油パイプラインが運転を開始し、同時期に石油生成施設も稼働した。 第二次世界大戦の際には、ナチスドイツが石油を産するカフカスへの攻勢を行い、ドゥアプセの石油施設を占領しようとして、街に大きな被害を与えた。かつての全ロシアソビエト連邦社会主義、共和国ピオネールキャンプ場は、現在では、ロシア児童、センターを両の区となっている。ロシアのチェス選手、ウラジーミル・クラムニクは、ドゥアプセ出身である。気象 ありがとうございます。